ベルトルト・五世は、ツェーリンゲン大公で、同じくツェーリンゲン大公であった父ベルトルト4世と、ハイルビク・ホンフローブルクの愛の子。1218年2月18日に、フライブルク・イム・ブライスガウにて死去。ベルンにある、ベルトルト・五世の像ベルトルトが父ベルトルト4世の後を継いだのは、1186年であった。すぐに、ブルグンと国の豪族の勢力を削ぎ、 ベルナオー・バーラントとルツェルンを抑えた。それにより、1191年には、トゥーン氏を拡張し、ベルン氏を開いて、拡大主義政策の中心地とした。しかし、1211年の第一次ウルリヒエン、紛争では、バレー州に進出することができなかった。同年10月19日に、ハウトクレート修道院で調印された和平協定では、上バレー地方の総試験を、 サボやけに認めざるを得なかった。新生ローマ帝国皇帝ハインリヒ六世が1198年に死去するとベルトルトモセイは次期皇帝の候補となる。その際、支持を取り付けるために自身の老いをケルンダイ主教とトリヤ・ヒロ教に人質に出した。しかし、ブラウンシュバイクに今日置いた。 ベルフ家の神聖ローマ皇帝夫を4世に対する対立王であったホーエンシュタウフェン家のシュバーベン大公、フィリップに多数が票を投じたことを知ると、候補を辞退し、その代償として、聖銀原料に合併する形で、オルテナウ、ブライスガウ、シャフハウゼン、ブライザフハ及び前世聖修道院という現在のドイツ南部からスイス北部に至る領土の割譲と銀3000マルクを得た。後に、 ローマ教皇職を辞退する老いのコンラートフォン裏派はベルトルト母性の保護下に置かれた。しかし、同年、勢力を増したブルグント国の豪族たちと衝突したことがフライブルクの門に刻まれている。フライブルクミュンスター1200年にフライブルク市教区の教会の再建を開始した。当初はロマネスク様式で工事が進められたが、 ベルトルト五世母都合の1240年頃からは、ゴシック様式で工事され、1360年に聖火体積を除いて完成し、聖火体積はさらに150年の工事を経て、完成した。美しい戦闘を有し、現在は、フライブルクミュンスターとして知られている。オーソンヌのステファン三世の娘である、クレメンティアとの間に、息子ベルトルトがいたが、1216年に、 父より早く亡くなった。これにより、1218年にベルトルト5世が亡くなると、セイリンゲン家の団系は断絶した。セイリンゲン家の土地は一部は王家に返還され、一部は皇帝直属となり、その他はフライブルク国のウラハ家やキーブルクやシュバーベンのフィルステンベルク家に分割された。ありがとうございます。